今日は宮國陸選手の紹介と、宮國選手が在籍をしている春の選抜確定の東邦高校の紹介をします。まずはね、宮國選手のプロフィールを紹介します。ポジションは投手、175センチ、74キロ、右投げ右打ちです。マックス149キロのボールを投げることができます。持ち球はスライダー、カーブ、フォークです。東邦高校在籍で沖縄出身です。宮國選手は小学1年生から軟式野球でプレーをします。東邦高校では1年生の秋から控えとしてベンチ入りします。翌2年生春の大会で主力選手になります。全4試合中2試合先発で県大会優勝します。決勝の愛工大名電戦ではマックス144キロを計測しました。2年生の春でマックス144キロのボールを投げるなんて、とてもポテンシャルが高い選手ってことがわかりますね。もしかしたら今年の夏あたりにマックス150キロまで成長できるかもしれませんね。中日清水スカウトはピッチャーとしての資質を備えている、腕が震えて球の見づらさがあるし、不利なカウントでも投げ切れます、ハートも強いです、評価が高い選手ですね。中日ドラゴンズはぜひ宮國選手をドラフト会議で指名してほしいですね。地元東邦高校の選手なので、なおさらドラフト会議で指名してほしいと思ってしまいます。出身は沖縄県ですが、力ある選手が地元の東邦高校を選んでくれて本当に嬉しいです。今の段階ではドラフト会議で何位で指名があるか全く分かりません。前評判はいい選手なので、ドラフト会議では上位指名あるかもしれませんし、春の選抜の投球の内容次第ではドラフト1位クラスに成長するかもしれません。また甲子園でストレートを150キロ連発すればドラフト会議で1位指名あるかもしれません。中日ドラゴンズは最近だと高卒投手は高橋宏斗選手が大活躍をしていますね。高橋宏斗選手は WBC 日本代表にも選ばれています。ちなみに高橋選手も地元出身の選手です。中京大中京卒業で愛知県尾張旭市出身です。中日ドラゴンズは高卒右投手の育成は上手い方だと思うんですよね。だから宮國選手が中日ドラゴンズに入団をしたら、球界を代表するエースに育成することができると思います。宮國選手の投球を確認しました。ストレートは140キロ前半をマークしていました。カーブが大きく曲がってドローンと落ちていました。ストレートとカーブ主体の投球でした。ストレートのコントロールは素晴らしかったです。宮國選手が失点をしなければ選抜ではいい成績を残せると思いますね。次は宮國選手が在籍をしている東邦高校を紹介します。東邦高校は1923年に設立をしました。校訓は真面目、男女共学です。私は男子校出身だったので、共学はどんな雰囲気なのか全く想像がつきません。東邦高校は愛知県名古屋市にあります。実は私は中学3年生の時に入学できるかもしれない高校の一つに東邦高校がありました。東邦高校は私が高校生の時は勉強があまり得意ではない生徒が進学をする高校でした。でもね、今は立派な進学校になっていました。私は東邦高校には進学はしませんでした。愛知県豊田市にあって山の上にある土田舎の高校に進学をしました。ちなみに私が通った高校は中日ドラゴンズに在籍をしていた山内投手と同じ高校です。話がそれました、ごめんなさい。東邦高校野球部の監督は山田祐介さんです。山田さんはキャプテン捕手として2008年夏の甲子園に出場しています。初戦の北海戦で相手エース現巨人在籍の鍵谷選手から初球先頭打者ホームランを打っています。その後立教大学卒業後は野球から離れます。不動産会社の営業で働いていましたが、森田前監督から熱心に誘われて2016年から東邦高校のコーチを務めます。また同じ愛知県にある中京大中京愛工大名電共栄高校と共に私学4強と言われています。また愛知県の甲子園勝利数307勝のうち私学4強だけで253勝しています。東邦高校は選抜出場は30回で優勝5回は全国最多です。今大会優勝なら昭和、平成、令和の年号で優勝になります。中日ドラゴンズの OB で東邦高校出身の選手は朝倉健太さん、岩田真嗣さん、現役なら石川貴也選手、藤島健人選手がいます。部員数は59人です。また東邦高校注目の選手は石川貴也選手の弟石川照樹選手がいます。石川照樹選手は内野手の選手です。
182cm84kg、 右投げ右打ちです。キャプテンを任されていて4番を打っています。リーダーシップは山田監督はとても高く評価をしています。石川選手は春の甲子園でヒットホームランを打ちまくってプロのスカウトにアピールをしてほしいですね。将来は石川昂弥選手、石川照樹選手で中日ドラゴンズのクリーンアップを打ってくれたら中日ファンは大興奮間違いなしです。またオールド中日ドラゴンズファンなら知ってると思いますが、ドラゴンズの左投げ投手で中継ぎで活躍をした山北重俊さんの息子、山北和也選手も主力選手の一人です。山北選手は189cmある右投げの投手です。お父さんもとても大きくて身長は190cmありました。山北選手はマックス145kg計測したことがあります。選抜でどんな投球を披露するか今からとても楽しみです。また外野手で上田晃生選手にも注目をしてほしいですね。上田選手のお父さんは中日ドラゴンズで今季から2軍の打撃コーチを務める上田義則さんです。長野松商学園で選抜準優勝に導いたことがあります。上田晃生選手は外野手の選手です。木本高校とのダブルヘッダーの練習試合では5番センターでスタメン出場しました。結果は敵地3塁打を含む3安打と大活躍をしました。この調子で選抜でも大暴れしてほしいですね。